チャートミルです。今からモンスターボール講座やっていきたいと思うんですけど、まあ、これはチームファランが生み出した技で、簡単に言うと側転からフリスビーという技につなげるという感じです。はい。僕側転とフリスビーどちらも講座出してるんで、まず先にそれを見て、それを押さえた上で今回の技に挑戦してくださいということで、デモンストレーション見せていきます。こんな感じで高さは出ないんですけど、側転の高さのままその水平状態を保っていくっていう技になります。はい、これはコツとしてはですね、まず前提として側転は斜めの方がいいです。まあ、こんくらい雑でよくて、で先に右足がつくんですけど、右足がこうついた時点でもう回り始めていいんですよ。でもう抱え込む場所はここです。回り始めると同時に抱え込む。でもう左足で最後踏み切るんですけど、あんまり左足の力は使えないんですよ。だからその遠心力でなんとか回すっていう感覚で回った方がいいです。はい、でイメージを持ってもらうためにもう一回やります。であとはもう遠心力でなんとか回るっていう感じなんですけど、この正面から見ないと技としては映えないんですけどね。はい、覚えて損はない技だと思うんで、ぜひ挑戦してみてくださいということで、はい、モンスターボール講座でした。ありがとうございました。